でもうち買いに行った後に知ったんだよね、それ。そうそう、でゆうたんにちょっとパシらせてしまったんですよ、うん、グラタン食べたいから買ってきてほしいってで行ってくれたんだけど、そうゆうちゃんが帰ってきて、いやゆうちゃんが帰ってきて1時間後くらいに弁当が到着して、そうちゃんと買っちゃったんだよねりーちゃんはグラタンで、ゆうちゃんはチャーハン、うん、から明日食べる私は。そうでグラタンは一回温めちゃったんだよね。そう温めたから、りーちゃんが温めるって聞いて、温めるって言って温めて帰ってきたら寝てたそうかなっていう。そう賞味期限は全然あさってぐらいまでだったんだけど、うん、そうレンチンしたから、それも今から食べます。そう晩ご飯はまだ食べてない、食べてない、うん、食べてないので今から食べます。見て見て、んやったー、ご飯大好きと、あとは初めて見ました、マイセンのカツ丼、マイセンのロースカツ丼。私ね、チーン、ごめん、なんかめちゃくちゃ今日弁当の種類が過去一であったんですよ。なんか、マイセンとか、なんかこんなんだ、いろんな弁当があって、私はなんか崎陽軒が食べたくて、崎陽軒もあったから、なんか崎陽軒にしたんですよ。ありがとう。美味しそう。これちょっと温めれるかな。これも温めれるの、この容器って。うん、いけるよ。ね、美味しそう、これいいな。一緒に食べようよ。ゆうちゃん一緒にチンしなよ。怖いよ。やってみる。大丈夫だと思う。生姜取って。ゆうちテンション高い。テンション高いよね、ゆうちゃん。ご飯入らない。あ、入らない。なんか崎陽軒とか、まあいろいろあって、マイセンもあったんだけど、私はそう崎陽軒食べたんです。ゆうちゃんはガパオ食べてたよね。うん、ガパオにした。そうガパオライスとかもなんかとりあえずめちゃくちゃいっぱいあったの。ゆうちゃんはガパオ食べてて、私は崎陽軒食べて、でね、でもずっと食べたくて、マイセンのロースカツ丼と、このあれが崎陽軒のこのあれが、ちき崎陽軒じゃない、この私が取ったなんか海苔弁みたいなのが食べたくて、帰り際になんかお弁当ちょうど余ってたので持って帰ろうって。わめっちゃいい匂いする。何の、わかんない、グラタンじゃなくて、グラタンかな。そう持って帰ろうと思って持って帰って、いざ、あっつ、っていう話。ちなみに皆さんは何食べたんですか今日。暑いな。とかなんか本当になんか幸せだなって思うのは、なんか差し入れがついになくなっちゃったんですよ。いろんな方から差し入れをいただいたんですけど、もうみんな食べ盛り、大丈夫ですか。若干温まったよ、ありがとう。なんか食べ盛りな年頃だから、もう差し入れが全部なくなっちゃって、いろいろな方からの、そしたらなんか差し入れコーナーに活気がなくなるわけですよ。まあ当たり前じゃん、なんもないから。そしたならばさ、なんかスタッフさんが買ってきてくれるわけですよ。コンビニでなんかバームクーヘンだのアイスだの。実は今日アイス頼んだのは私と小田様と生徒様です。そうなんだ、あ生徒会の皆さんなんですねそうで、なんか買ってきてくれるの、差し入れがなくなったらスタッフさんが、あの私たちのスタッフさんが、あの、まあ、マネージャーさんって言えばいいのかな、買っていってくれるの、めっちゃ優しくないですか。でもやばい、もうそろそろマジでデブになりそう私。いやもうデブへの第一歩がなんか着々と進んできてるんだけど、そうなんかいつも一緒にいるマネージャーさんがアイス買ってきてくれて、みんななんとかさありがとうございますってね。そう本当はなんか自分でお金出して自分たちの分で買ってきてもらおうかなと思ったんだけど、うん、だったら買ってくるよみたいな、
そう、買ってきてくれた。そう、ごめん、あ、ショールームやってるのはすっかり忘れてた。忘れてた。美味しそうだね。見せようよ。いいよ。じゃあまずはまいせんのロースカツ丼。これりーちゃんが食べたいって言ってた。私が食べたいって言ったやつ。そしてグラタン、熱いよ。ゆうちゃんが買ってきたグラタン、シーフードたっぷりグラタン。美味しそうだよね。でもグラタンって結構するんだね。ね、高かったね、ごめんね。うんうん、大丈夫。出世払いで。はい。そしてこちらが海苔だんだん弁当。美味しそう、それが一番美味しそう。なんでガパオにしたんだろう。多分卵が食べたかったから。ということで食べていきたいと思います。せーの、いただきます。エビはゆうちゃんにあげる。うん、なんかホタテが食べたくて。このエビのゆうちゃんにも1個恵んで。どれ、ホタテ。いいよ。美味しそう、海苔弁が美味しそう。いただきます。うん、うまい。あんまりカツ丼自分で選ばん。うん、確かに選んでるの見たことない。うん、これ半分ですね。うん、カニカマも食べたい、鮭も食べたい。じゃあ全部半分ね。うん、じゃないと困っちゃう。今に食べます。ロースカツ丼恵んでね。うん、ちょっと冷たいけどいい。うん、美味しい。なんかもはやさ、みんなさ弁当来るのがなんか楽しみになってきてるよね。うん、なんか今日の弁当は何だろうとか。うん、骨がいっぱいあるな。でも本当に残念だったのはさ、うん、肉じゃがか肉じゃがじゃなかった弁当があった。やめなさい。びっくりした。うん、生姜食べたい。りーちゃん昔お弁当紹介してたよね。してた。またやろうって話してたんだけどさ。めっちゃいいじゃん。なんか需要あるかな。あるよ。取り合いになる。なんかみんなもうそこまでガキじゃないから取り合いとかはないけど。でもさ、この前さ豚肉とさ、うんうん、牛肉があった時にさ、うん、みんな牛肉でさ、うん、あやっぱみんなまだ若いなと思ってた。ゆうちゃん豚でしょ。そう、ほぼうちだけだったもん豚。みんな牛カルビ牛カルビって言ってて、ああ若いなって思っちゃった。うん、置いといて。あ、いいの。うん、もう食べ物が生きがい今。確かに、うん、マジで差し入れあっても超一瞬で楽だ ね。コンビニとかめっちゃ行っちゃうもん。そう、天王寺のコンビニね。もしかしたらみんなメンバーと遭遇するかもね。うん、時間帯によるかもしれないけど。あ、面白い話あるけど、うん、これは後で話す。明日2日なんだね。意外ともう舞台も終盤。明日は2公演頑張る。豚重くないって言ってる人がいるよ。豚、うん、ん、生姜焼きとか重いのかな、わかんない。弁当迷ってなかなか決められない面おる。おるおるおるね。私はゆいゆいだな、イメージある。なんかどうしよう、ひなことかもめっちゃ迷ってる。そうなんだ。どうしよう、これからランディは誰がいいと思うってなんかすごい聞かれる。ゆいゆいだな。これ何、魚。うん、白身魚。グラタンって何、マカロニの方。マカロニか、あれ、うん、あ、それはドリアか。米はドリアはお米ね。あ、気をつけてください。うん、ランディ誰。
ひなこは絶対辛いか辛くないかを聞いてくる。うん、で今日言ったんだよ、ガパオ絶対辛いよって言って。辛いのガパオって。辛いかな、今日めっちゃ辛くて。ガパオ。うん。ヒーヒーしちゃった。でもガパオにするみたいな言って食べてる。マジで辛かったみたいな言って。なんかヒダヤとヒナコがこの舞台期間で仲良くなったらしくて、うん、なんか本当に姉妹みたいになってるあの二人が。舞台始まる前の LINE と始まってから LINE 見せてくれたんだけど、うん、全然違う。始まる前は絵文字つけまくってたのに今はもうそれって。でも確かにリラも舞台始まってヒダちゃんとヒダヤね、ヒダヤとちょっとなんか縮まったと思ってる勝手に、うん、ヒダヤの特技があるんだよね、それをね見せてあげたいんだけど、うん、見たいけど見せてくんないの、まだ恥ずかしいんだって。ここのお家に招待しなきゃ。でも来たいって言ってたよ。そう、それは聞いてるんだよね。でも終わったら行くねみたいな言ってたから、すぐ来てくれるんじゃない。ごめん勝手に食べてるけど大丈夫、うん、マジで楽屋芸人ヒダちゃんね、うん、めっちゃ面白い。今日も面白かったよ、動画撮った、うん、見せたいんだけど見せていいかな。ダメだよまだ。なんかねえ、なんかすごいさ、え、なに、のり弁。そうだよ、そこのり弁って書いてた、おかか。ねえ嬉しい。なんかすごい気になるコメントがあるんだけど。何でいいよ。ランディ食べ方うちのウサギと同じ。褒めてるそれ。どういうこと、私はウサギですか。やばい、最近のり弁にはまりそう。いや、ホットモットののり弁がすごく食べたい。グラタン食べます。グラタンとか久しぶりだにゃん。ヒダヤはもうヒダヤの最近の楽屋芸人のレパートリーは盾の先生と盾の先生とユミコとあと1のは2のは3のは4のはが今の楽屋芸人流行かも。そうなんだ、うん、私は結構鬼の楽屋に行っちゃうから、鬼の楽屋にヒダヤがいるから。うわ、ショック、リップ忘れとった。こうに鮭食べていい、うん、漬物は全部白身魚がいいっちゃうの、うん、白身白身魚以外、うん、鮭しかないんよ。いや、じゃあ、 あのもう片方は食べて、うん、326日ありがとうございます。え、もうすぐ65日じゃん、まだだったね。 まだです。えらいね、ひだやのお母さん役好きなんですがって。おだって頑張ってたもん、ゆみこ。ね、うち褒められたみんなに、あのメンチ合戦の後にさやってるじゃん、うん、あれ褒められた、みんなによかったよ。スタッフさんにも褒められた。なんだっけ、こんなことをして外で済むと思うな、うん、だってごめんだけど正直本番より良かった、うん、本番よりやってみたもん。本番やれよ、本番より大げさにやってみた。うん、ちょっと映って。うんうんうん、ユナの見たかったやつやっちゃったんだよね。そう、誰もファンがいないところでやっちゃった自分の。80、7、こうやって5、5、何これ、7、どこが7、5と2、これ7、あ、これで7やってくれてるの、うん、取れた？
骨、ね、気をつけてね。私みたいに姉ちゃんずっと骨刺さってたんだよね喉に。え、骨の話したっけ、みんなに。してないね、骨がどうなったかっていう話してないっけ、みんなに。私の骨事情。みんな鮭の皮好き？好き、ね、あんまり好きな人いないよね。あ、聞いてない？そう、もうあまりにも、あ、私ちなみに言うと、わからない方のために言うと、サバを食べたんですけど弁当で、そのサバの骨が太すぎて私の喉に刺さってしまったんですよ。で、数日間喉がすごく違和感があって、見えたんだよね。どうしようどうしようと思って、自分で指突っ込んで取ってみたりとかしようと思ってたんだけど、それでも取れなくて、でもあまりにも気持ち悪すぎて、ゆうちゃんに頼んで光を私の喉に当ててもらったんですよ。そしたら痛んだよ、ね、骨がぶっ刺さっててめっちゃでかいの、うん、怖かった。そう、しかもなんか手で突っ込んでも触れる距離じゃなくて、なんか結構マジでぶっ刺さってて、そう、本当に刺さってる、刺さってたよね、うん、でやばいってなって、で取りたいじゃん、だから頑張って割り箸突っ込んで、なんかそう取ったね、こういう感じで食べ物を食べるかのような、そうそうそう、割り箸突っ込んで取ったんだけど、うん、怖かったね。ちゃんとリアルに刺さってたよね、うん、ちゃんとリアルだったびっくり仰天。もうずっとご飯飲み込んでは取れるよって言ってたんだけど、なんかそれどころじゃないんだよね。そうそうそう、なんかもう細かいじゃないの、ご飯飲み込んで取れるぐらいの骨の太さじゃないそうそうっていう話。なんかマネージャーさんに、なんか口大きく開いて鏡で見たら骨ぶっ刺さってるの分かるよって言われた、その日の夜に見たらマジでぶっ刺さってちゃんと刺さっちゃったんだよそうそうそう、取った、まだ食べる、うん、驚くことにカツが3枚しかないのよ。カツ、カツ、カツ、うん、食べな、2枚、ありがとう。卵食べたい。もう水に割り箸が危ないっていうのは分かってるんだけど、でもどうやっても怖いよね。でも取れなかった、こうでもしないと、病院行かないと、あと思ったよりでかかったもんね。びっくりしちゃったね。びっくりした。話してなかったか。そうそう。だから無事に骨は取れてるっていう。うん。うん、続いて私はマイセンの半分ちょうだい、カツを食べます。うん、ホタテ食べていい？うん。みーさんあんま噛んで食べないタイプ？ん？何？噛んで食べないって。噛んで食べない、あんまり噛まないって。噛めますよ、私弁当じゃない、多分うちの方が噛んでないと思う。ご飯食べるの遅いから。うん、噛んでると思う。全然ちょ、弁当2個持って帰ってきて今シェアしてる。うまっ。確かに大きい方に気づかなかった結構大きかったよねすごい喉はめちゃくちゃ違和感あった。食べるとき気づかなかったの。気づいてたよずっと。出せよ。出せないの。違う違う違う、食べる時だよ。何が食べる時？骨。違う、気づかなかったのその時は。詰まってるなんて。なんでだろう、ね。刺さってるなんて。のり弁うま。今日ね。
あまりにも体がだるすぎて重すぎて栄養ドリンク買おうと思ってコンビニ行った時に買ったんだけど、思わず取った栄養ドリンクが500円くらいしてびっくりしちゃった。コンビニ行ったの、うん、いつ、うん、リハ終わった時。高くない？500円。なんか栄養ドリンク飲むくらいなら食べるもん食べるわ。栄養ドリンクの良さは分かってないからだけど、うん、それだったら食べ物食べていい膨らました方がいいって思っちゃう。サラダとかもそうなんだよね。サラダ食べるくらいだったらラーメン食べたいって思っちゃう、うん、って言ってサラダあるんだけど買っちゃったんだけど、なんか野菜が食べたいんだよね今、うん、グラタンめっちゃ久しぶりに食べた。うーん、栄養ドリンクとかあんま飲んだことないかも。ビタミンのやつしかない。飲んで効いたって思ったことない。それ絶対飲まんほうがいい。その笑い方はなんだ。で最近さ、みんなの影響だからなんか知らないけど、笑い方がどん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 おかしくなってってるんだよね。なんかでも毎日笑ってる。幸せ、うちも、ね、ゆうちゃんの笑い声すごい聞こえる。楽しい。もう人を幸せにすることが好きだから、人を笑顔にさせたいから、もう楽しい。だってもうハッピーハッピーじゃん。一石二鳥じゃない。こっちも楽しければ向こうも楽しくて、うん、ね、プンプンムカムカしてるより絶対笑ってる方が楽しいじゃん、うん、だから楽しい話がしたい、うちは毎日。確かにミラも笑ってる回数増えたかも。最高の人生。ゆうちゃんたちの楽屋はマジで楽しそう。ゆうちゃんたちの楽屋じゃない。私はあなたとの楽屋は一緒ですよ。ゆうちゃんがいつもいる楽屋、自分の楽屋じゃなくて。最近よく話すのはひなことヒダエとマリアとナルシとアリちゃんとユカリとユイちゃんかな。そう、その楽屋がすごい盛り上がってる、うん、いつも女子トークするし、なんか演技の練習もするしっていう感じ。これタワー差し入れ、差し入れ、岡山ラーメンさんありがとうございます。ちょっとまだ誕生日の時のタワーのやつまだできてないのでちょっとお待ちください。そんなタワーあるんだ今ね。差し入れって何？舞台やってるから。リーチの笑い方は仰天は、あっ、ハマはって感じ。マジで楽屋超うるさいけどね、楽しいですよ。なんかうちも寝たいって思ったんだけど、うん、なんかもちろん寝てる人がいたら寝るんだけど、うん、起きてる人がいたら喋りたくなっちゃう。私ちなみに寝てます楽屋で、うん、生徒会は結構寝てる人が多いんだよね、うん、だから私うるさくしちゃう。まあ一人でいたらうるさくなんないんだけど、一人でいるの基本的に好きじゃないから、ほぼ人の方行っちゃう。ひなこの笑い方は最近直してきてるからね。明日から、うん、どういうこと？よか？ゆいゆいは絶対笑うとき口隠す。
あーそういうイメージあるから、うん、絶対口隠す。お上品だよね。ひなこ笑い方絶対変えてる、親に言われたらしいもん。これ何？いいか、うん、食べていい、うん、食べていいか、うん、いいか、いい子。まちろちゃんの笑い方わかんねえ。なんかさ、今日さ2時間半ぐらい空き時間があったの。もっとあったかな、もっとあった、3時間くらいあった、3時間くらいあったのか、空き時間がありすぎて、あまりにも何して過ごせばいいのかもう分からなかった、うん、空き時間ありすぎて、ね、何してたの。寝てた。寝てたんだ。今日嘘ついたよ。ついた。朝起きた瞬間に疲れた。言わないけど、あんまり言えないや。いいちゃん、超どうでもいいこと、超日常で、うん、普通に嘘か本当かも分かんない嘘をついて、うん、うん、りーちゃん、なんとかかんとか、嘘、エイプリルフールっていうのもりーちゃんの寝起きにやった。こちらからするとポカンだね。そうそう。はあとメンバーにもなんかちょっと似たような、今日なんとかかんとかだった、嘘、エイプリルフールって言って終わった。なんか横道とかはそういう大きい嘘つきたくなるんだけど、なんかみんなははぁってなっちゃいそうで。ねえ、あなたどういう食べ方してるの。左もよくやる、うん、ああそれはある。はい、終わり。これなんかこの箸短くね。短い。タレットのタロットの勉強は終わってからですか。そうだね。勉強どころじゃない。うん、勉強どころじゃない。時間なさすぎて困ってる。なんか好きな YouTube とか動画とかさ、いつも見てるのにさ、うん、本当にこの1ヶ月。うん、ちょっと見てない。マジで見てないよ ね。ずっと溜まってるよね。何か分かってる？全然分かんない。ああ、それね。うん。それか。疲れてない？疲れてるか疲れてないかで言われたら疲れてる。疲れてるが。まあエビアンス、うん、今日の千代チャンネル面白い、見てたよね誰か。ピナちゃんとナナちゃん、うん、私絶対一番なんだもん、メイク。本当にもう内心困ってるけど毎日言ってる。でもね、もう大丈夫。だって舞台中に電話してたんだよ、千代ちゃんと。舞台中ってか休み時間。ずっと言ってるよね。明日も朝一。わしとユーカリンが一番。いや、最後から2番目。まあでもほぼ自分でやってるようなもんだから、うん、リリに回し蹴りされたいって違えてあげるよ。
ニヤニヤして最後は誰だろう、ゆいちゃんとか、うん、横山の方、うん、うん、ゆいちゃんもだって確認だけだもん。なんか自分でメイクしてる人とやってもらってる人がいるんですよ。ストレートの系の子が結構ね。そう、私はほぼ自分でやってるんだけど、なんかこういう凝った髪型してる人、だからアドラーとかハルケとかハレンチ先生とかはやってもらってるかな。最近さあ、見てタワー撮ってるよ。うん、YK アットマーク恐れば恐け恐れ恐ればされ恐ばせながら恐恐さん恐ばせながらん恐ればせながら合ってる、恐ればせされば遅らせば遅ればせ見えないんだけど、奥ばれせ奥ばれせ遅ればせながら二十歳とおめでとう。遅ればせなせ言えない言えない。遅ればせなせながら、遅ればせながら合ってるか、はい、遅ればせながら二十歳単おめドボン予選突破もありがとうございます。イエイ感謝。遅ればせながら難しいね初めて聞いた単語かも。フランス語みたいな。あまり使わない。人目を盗んでハレンチ先生の衣装を着てくれませんかね。いや、あれは多分仰天だから私エロいんだと思う。私が着ても多分ね、あんまりエロくなんないと思うよ。確かにあれはユリナが着るからエロい、うん。今月1笑ったってまだ今月始まったばかなんだよね。ナイス。何か垂れてるよ、ね、これポイするもうポイするポイポイする。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、うん、私も着たいとか思ったけど、あれはなんか仰天だからエロいだろうなって思ってるんだよね。うん、そう、体のラインがはっきりしてるから。あと私は意外と小さいことに気がついた最近。それは痩せたからです皆さん。でも痩せたつもりないんだよね。でも去年からは4キロ痩せてる。4キロ5キロは痩せてるけど、結構痩せてるよね。なんであんな太ってたんだろうか。19歳になってなんか変わったことありますか。ないあるよ。なるかな。ありがとう。ゆうちゃんは二十歳になってまだお酒を飲んでない。うん、ごめん、私が言っちゃったんですけど飲んでないよ。終わってから飲みたいなって思ってる。嫌じゃない、だって初めて飲んでさ、なんかお酒飲んで舞台出れませんとか恥ずかしくてね。足細いのかな。でもみんなに言われました。今日もゆいりーさんにスタイルいいね言われてたね。ナナさんも飲む予定、まあ、メンバーみんなと飲みたいねみたいな話はしてるけど、まあ、それが有言実行できるかどうかはまだ分かんない。いいなぁ、羨ましい。そうだよね、1年長いよ。であっという間だよ。でも多分私が一番最後だからな。でも初期面がさ、もう20歳になっちゃうんだねみんな。やばいよね。美脚すぎて引いたって。うん、もし細くしたつもりないんだよね。インスタ見ました、みんな。ユイリーさんのファンの方すごく今日多かった、ね、めっちゃ多かったよね。リンゴのペンライト今日で先輩ブロックはおしまいですかね、うん、全身もあるけどなんか顔が暗いんだよね。
でもりーちゃんと過ごすようになってから結構歩くようになったけど、私絶対なんかね電車とか、そう私が結構歩くの好きだから歩かせちゃうんだよね。なんかごめんなさい上半身はでも確かに太んないかも。うらやま。どっちかといえば下半身につく。ゆうちゃん安定の一番最初安定の、もう慣れちゃったよ。めっちゃ紫だね。似合ってる。ゆいりーさん、ゆいちゃんとの写真載っけてる。嬉しい。ゆうゆうコンビは、ゆうゆうコンビ。何ゆうゆうコンビって、この二人のコンビ名。ゆいりーさんってゆいちゃんって呼ばれてるでしょ、奈々さんとか。ゆうゆうコンビじゃなくてそれゆうちゃんコンビの方があってんじゃない。ゆうちゃん、ゆうちゃん、ゆうちゃん。散歩行ったりしない。帰り道とか行く道で散歩くらいだよね。二人で散歩はないね。散歩はしない、うん、私はするけどゆうちゃんは散歩しない。散歩行こうって誘われたことないもん、うん、あんま歩きたくなさそうだから。うん、一人で歩くの楽しくないじゃん。誘ってくれたら行くよ。二人似てきたねって。もう舞台でもう新芽の役しちゃってるからね。シンプルに無視してるし水、うんうん、あ、グッズ持って帰ってくるの毎日忘れるわ。いや、どこに置いたっけ。そこにある。じゃあ今からグッズ紹介します。みんなまだ間に合うからゲットしてね。そばにいると煮る説って。確かにね。じゃあちょっとなんかみんなが錯覚してくんじゃない。ゴミ捨ててくる。錯覚似てるねって。なんか一緒にいると同じ顔に見えてくるって。でもゆうちゃんもルカと一緒にいた時ずっと言われてたよそれ。ではゆうちゃんの、見てる方もぜひ注目してください、マジムリ学園はですね、グッズが発売されてまして、じゃじゃん。まずはこちらのマジムリ学園パンフレット、イエーイ。パンフレットも今の衣装で写りたかったな。てんてんてん。このマジムリ学園のパンフレットなんですけど、アンサンブルチームはみんな嵐ヶ丘学園の普通の制服を着てるので今の、やつではございません。一切嵐ヶ丘学園の制服は着ません。はい一切嵐ヶ丘学園の制服は着ていません。お高いんでしょ。そんな高くなかったと思うよ。リーちゃん可愛くなったってきてる。リラが言うのに近づいてる気がする。嘘、そうかな。逆にうちがりーちゃんに近づいてってるねえ、絶対今の衣装だったらみんなもっと買うって思ってくれたよね。買ってるくれてるんだろうけど。ピエン、ピエン。すごい、一人二人ぐらい知らない人がいるんだけど。どれとどれ。あれ、その人、あれの人じゃないの。違う、違うか。こんな名前だっけ、わかんない誰だろう。これも入ってるピーピー、すごい。急に最後のページから見るんだね、しかもね、見て、すごい。ほんとだ。すごいね。やっぱ衣装はおしゃれさなんだ。うん、すごい。なんかさ今さ、パン
ンフレット売り切れてるの？嘘だ。でもいつもさ T シャツ売り切れてるってツイッター出るよね。うん、 T シャツなんかでも XL サイズ。やめなさい。でもネットでは買えるらしいので、なんか現場では買えないっぽいけど。衣装おしゃれさんだったんだ、うん、だからゆうちゃんの衣装あれなんだよ。なんか言われたよね、マリアだっけ、鬼の衣装は違うよね。鬼は違う。だから分かってくれてたんだ、ちゃんと。そうだよ。そうなんだ。毎日でもおさるさんじゃなかったらゆうちゃんの衣装あんな衣装じゃないよ。でもりーちゃんもじゃない、うん、でもお互いでも嬉しいね、ちゃんと特徴をつかんで、こういう風にしたいと思ってくれてたんだなって思うと嬉しい。私のもうドストライクかも。ゆうちゃん好きでしょ。ね、好き、大好き。でもあれでお腹出てたらなお嬉しかったかも。やばいよ、お腹出てたら。もう露出まで。足も出てればスカート短くて腹も出てる。制服でお腹出てたらやばい。もう露出。どこぞのヤンキーってなる。露出まだ。ピーって言ったね。後で干します。この衣装セルフ生写真化はあるか。ないです。ないだろうね。あ、そう、こちら2600円、ちょっとお高いんじゃないかって思うかもしれない方もいると思いますが、一人一人のもうなんか写真集みたいな感じだね。なんか、うん、チームメイトの写真集みたいな感じ、ダンディになってます。2500円、600円。はい、まずこちらね、パンフレット、これは絶対買った方がいいと思う、うん、まあ、全部買った方がいいと思うけど、ちょっと見せて一回自分の写で見た。あ、オーマイガー。何ページなんですか。何ページぐらいある。150ページくらいあります。あ、嘘です。やめてください、デタラメ言うの。書いてないけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、どのくらいだろうね。100ページもないから。30ページくらいあるんじゃない。もっとあるでしょ。何人、 20人くらい出てるでしょ。22人出てる。50ページぐらいあるんじゃないかな。それくらいあります。自分の写りはまあ普通ですかね。はい、でこちら多分みんなは多分手に入れられないと思うんだけど、みんなトレードしてるから、みんなトレードしないと多分。頑張れ。手に入れない人70くらいあるって。あ、そうなんだ。思うんですけど、じゃじゃーん、アクリルスタンド、私のもらった。みんなゲットできたのかな。みんなトレードした。トレードした。でも結構地引きしたっていう人いる。うん、これさ、ストラップにもできるし、置けるのもいいよね。でもさ、置く用とカバンにつける用と2個くらい欲しくなっちゃいそう。確かに。リジリジのアクスタ一緒に飾ってるって嬉しいね。え、やっと。これ私のアクリルスタンドです。アクスタとこのね、あのパンフレットの髪型も一切しません。はい、しません。一切しません。ぜひあのこれゲットできなかったらなんかトレードとかしたりして、ヤフオクで買うのはやめてください。転売禁止。ちゃんと正規で。確かに個別で販売してほしい ね。何のためにね、アクリルスタンドをさランダムにしたんだろうね、うん、確かに。3つ買ったら3つユーカリンだった。結構おもろいそれ。頑張ってみんな。なんか結構トレードしてる方いっぱいいるので、エゴサすると出てくる。出てくる。ハットリューナ、ハットリューナ提供求めるの小栗ゆいとか結構いますが、そう、まだ公式サイトマジムリのグッズ販売してると思うので、ぜひ買ってみてください。結構でもでかいかも、アクリルスタンド。やだな、自分の今の衣装が良かった。すごい、結構でかいです。ユカリンもマリアも衣装違います。あ、鬼みんな違うよ、うん、ユイちゃんのズボン以外みんな違う。そうなんだよね。
とあとはやってみてね、変わってきた。とブロマイドみたい、生写真、これも一切着ません。こんな制服着てないね。スカートの丈はこんくらいじゃない。でも私はね、うん、ゆうちゃんは違うけど、これおさん開けていい、うん、でもめちゃくちゃ写り悪いかも。そう、でもこの時ビジュいいって言ってたじゃん。なんか黒いね、新入隊バージョン欲しいよね。ね、もう遅いんですけどね。かわいいじゃん。リーラ血色がない。でも口にな、何これかわいい。ブロマイドはね、ブロマイドで自分の売ってるので、ゆうちゃんのもゆうちゃんので売ってるので、ぜひゲットしてみてください。途中で変わったっていうか、そのまず台本が来てなかったから、この撮影の時に、うん、台本来てから、そうそう、こっちだよ、うん、いいの一緒に入れとけ、決まったから。あ、自分で作る。なるほどね。でも写真はいっぱい撮ろうかなって思ってるから、ね、こんぐらいかな、こんだけだ。ぜひ皆さん、あと T シャツがあるな、 T シャツがあります。あとは7周年記念もなんか兼ねてると思う、多分あの T シャツ、マジムリの T シャツので、ぜひまだ売ってると、販売してると思うので、ぜひお買い上げください。よろしくお願いします。せーの V、はい、よろしくお願いします。お願いします。こっちの方が写りよく見える。リーちゃんと目の大きさ全然違うんだけど、本当に嫌になる。でも顔はゆうちゃんの方がちっちゃいよ。ほら見て、ちょっともうちょっとこっち寄せて、目の大きさ全然違う。ほら、うちの2倍。カラコンしてるからだよね。違うよ、こっちこの目の大きさしてる。黒目も違うけど、なんか黒目ないみたいに。でも逆に黒目が丸すぎて、私白目がないように見えて怖い。キルキルでいいじゃんね。売り切れらしい。何が売り切れなんだろう。 T シャツ、パンフレット、いいな。でもリラ、私これメンバー全員のアクスタ欲しい。これうん、確かに。大事に取っとこう。でもさ、ゆうちゃんあれだよね、成人式のアクリルスタンド出るよね。うん、もらおうと思ってる。もらえるの？分かんない、聞いてみる。私さ、自分のアクリルスタンド自分で買ったんだよね。恥ずかしいよね。いや、2人で買ったんだよね。そうそうそう、だから2体ずつあるんだよね。そう、もらえないかな。生写真も発売され、普通の何だっけ、生写真、セルフ生写真も発売されてるし、成人式の生写真とアクスタと何だっけ、タペストリーも販売されてるので、よかったら購入してくださいね。5枚セットだけど1枚しか見れないんだね。どんな感じかとか、掛け軸、掛け軸、ぜひゲットしてください。あ、持ってきてくれたの。ゆうちゃんはお家に封印してるからどこにあるかわからないらしいんですが。そんなこと言ってないよ、家にあるって言ってるじゃん。でも家に封印して、封印してないよ、置いてあるってば。なんかちょっと半切れだ。タペストリー大きいと思う、結構150ミリメートル、150ミリメートルって全然伝わんないんだけど、150センチってこと？絶対違うね。
アクスタは可愛いんじゃない？見れないの？参考衣装って全然参考にならないよね、うん、うちのこれこれ参考衣装で絶対伝わらないよね。いくら？1500円。6月上旬だって結構先だね。150センチって頑張れば等身大くらいの大きさじゃん。15センチ15センチってこんくらいってこと？どうしたの？ベチョベチョしてたから。そう、これ8の日に買ったアクリルスタンド、弟にちょうだいって言われたけど嫌だって言ったからあげなかった。これはいるって言ってた？うん、出ないんだろう。わかんない、これしか出さなかった。クリームスタンド、こんな女の子座りし普段しない。ひゆちゃんの巻きてみようよ。これ何？空箱。あ、結構小さいんだね、タペストリー。縦軸こんなこんくらいしかない。スター開けてくれてる。何？これがベタベタすんだよな。テープ？ゆうちゃんのアクスタ買ったりラジバラで。ゆうちゃんも買った。ゆうちゃんとりーちゃん、色合いかわいい、紫とピンク。ほんとだ、かわいい、ね、いいな、好きな色。タラちゃんにはあげなかった、あげなかった。かわいいね、これ。8の日2020。ひゆちゃん、え、なに、ない、どこ行ったのちょっと探してくる、うん、ね、でも成人式のアクスタは欲しいな。みんな嘘、また今度見つけようよ。じゃあ、いや、家に置いてきたのかも。そういうこと？なかった。こんな感じです。りーちゃんの、りーちゃん、ゆーちゃん、りーちゃん、リラだよ、リラだよ。でも最近アクスタよく出るよね。ね、流行りアクスタ。ピアリーナでも出そう、アクスタ。楽しみだね。え、これみんな何に使ってるの？確かに。これ。これ。この形は使ってないのかな？しまわないでしまうからしまわれました。服部優奈さん、結構脆いのね、これ。たまんないんだ。テープじゃなかった、テープについてたか。あ、そうだ、うん、いらないかな、これ。いるんじゃない、一応。
入れといてあげてよ。こういった。これは？取れない。あ、取れない。いいよ、それとりあえずりーちゃんの方入れとき。入る。難しいね。なんだこれ。キャーキャー。ハクスタ入れるのに一苦労。みんなも買ってくれたんこれ。全然入んないんだけど。ハクスタね、ぜひマジブリの舞台のグッズゲットしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、落ちてきちゃった。踏んだらパキってきた。ハマり役嘘、マジ無理、嬉しい。ハマってんのかな、わかんない。じゃあ足はそろそろ終わるっぴよ。ダメだダメだかゆっ。眠てお腹いっぱいになったら眠たくなってきたが、ふう風呂に入って眠るっぴよ。今ランキング読むぴよ。13位昇善寺アットマークハートさん、ありがとうございます。12位俊介アットマークなといどんさん、ありがとうございます。11位こまめっちさん、ありがとうございます。10位 LUCWOTA1999 さん、なんて読むんだろう、ありがとうございます。9位はきくけこばさんアットマーク群馬にゆうなさん、ありがとうございます。8位ゆうきさん、ありがとうございます。7位ことぶきさん、ありがとうございます。6位茨城のだるまアットマークなとりどん、間違えた、ドボン予選突破おめでとう、本戦も頑張ろうねさん、ありがとうございます。5位 TK トンからアットマーク単位のなとりどんさん、ありがとうございます。4位今月もドボン頑張りますさん、ロロさんかな、ありがとうございます。3位エナジーアットマーク二十歳のゆうなを彩りたいさん、ありがとうございます。2位和歌山ラーメンさん、ありがとうございます。そして1位が YK アットマーク読めんかったごめん、こう今日もお疲れ、4月もよろしくさん、そっか4月か、よろしくお願いします。ということで見てくださってありがとうございました。また明日朝はするかもしれない、わからんが、おやすみなさい、バイバーイ。